こんばんは、ヨウです。今日はベールフットクラッチの解説をします。この技は最小のモーションでボールを挟めるので結構かっこいいです。ただちょっと難しいのでいろいろコツを紹介していきます。まずボール上げ方です。足に乗せた状態から挟みに行くんですが、挟む場所はここです。で、ここに対してスタートはここなので自分に向かうボールを上げなきゃいけないんですが、股関節の運動だとボール持ち上がりません。膝を曲げる運動で持ち上げるんですね。ですので指先をできれば上に上げてボールの向こう側に滑り込ませた状態で膝をクッと曲げてあげます。そうするとボールが上に上がってきます。ただこれだけだとなかなか上に上がらないので、足を下げて軸足も下げてボールを足にちょっと押し付ける感じで落とします。そこへカウンターを当てるようにボールが落ちたところをスッと引いてあげるとボールが高く上がるようになってきます。狙うはこの太もものこのここの部分ですね。これを狙って上げてあげましょう。グッとですね。で、今やった通り足に当たってしまいました。足に干渉しちゃうんですね。もちろんここにあるボールをここに移動させるわけですから、ももは上がってるから大丈夫なんですけど、膝下を干渉します。当たっちゃいます。ですんで膝下を一回横にかわしてから戻すという形でボールを挟んであげましょう。こんな感じです。で、一つ失敗しやすいのがボールを止めてるとき、つま先立ててます。この足の状態で挟みに行くとボールって簡単にこぼれちゃうんですね。ボールを挟むときにはこうではなくてつま先伸ばしてかかとでロックしてあげる。これが必要なので、つま先を立てた状態から上げたら伸ばしてロックしてあげる。これに切り替えてあげることが成功率を上げるポイントです。やってみてください。